皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、ロビンソンの歌い人カバー。ロビンソンというそのスピッツの曲を歌い人でカバーしているんですけれども、そのロビンソンの解説をさせていただいております。1本目の動画では、スラム奏法の取り入れ方とか、そのコードの押さえ方とか、そういった具体的な弾き方についてお話をさせていただきましたけれども、2本目のこの動画に関しては、コードの考え方というか、そのコードのアプローチの仕方とか、僕がどういう意図を持ってボイシングをしているのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。結構理論的な話になってきて、テンションの名前とかもバシバシ出てくるから、なんか慣れないとこう、うわ、何のことだってなっちゃうかもしれないんですけれども、この辺がうまくできるようになってくると、うまく対処できるようになってくると、そのコードに対してめちゃめちゃレベルアップすると思うんですよ。で、これがまたすごい面白かったりとかするので、難しいかとは思うんですが、頑張ってついてきていただけると、僕としては嬉しいなと。いう感じです。ボイシング。まあ、結構僕の手癖によるところも多いんですけどね。いつも竹谷さんはどういうふうにこうコードを弾いているんだろうか、どういうふうに考えているんだろうか、まあ、そういったものがだいぶ見えるかと思います。ぜひ参考にしていただければという感じでございます。興味がある方結構いらっしゃるかと思いますが、難しいので、頑張ってついてきてくんろ。はい。そんな感じです。そうですね、ボイシング。まあ、簡単に説明させていただきますと、その B1 つとってもいろんな押さえ方があるわけじゃないですか。5弦ルートで2フレット制覇のこれも B ですし、6弦ルートで、7フレット制覇のこれも B です。他にもこういう B もあるし、こういう B もあるし、こういう B もあるし、まあ、いろんな押さえ方の B というものが存在するわけなんですけども、どの B を弾かなければいけないというのは特にないんですよ。どの B が正解で、どの B が不正解ということは特になくて、間違いとかその、ね、あの正解、正しいとかもそういうのも特にないです。単純にどれを選ぶかという選択肢の話なんですよね。前後のコード感で選ぶときもありますし、そのボーカル、メロディーとのその兼ね合いを考えてボイシングをするときもあります。その選択肢、この音使いをどうするかというのをボイシングなんて言ったりとかするんですけども、そのボイシングの話がまあほぼほぼという感じです。やってみましょう。まず、この曲、キーが B なので、ダイアトニックをバーッと書き出してみると、こんな感じです。B があって、G シャープマイナー、D シャープマイナー、で、E、で、F、で、G シャープマイナー、で、A シャープ2分、A シャープマイナー7フラット5、まあ、A シャープサムシングがあって、B で一周。という感じです。とりあえず、セブンスに関してなんですが、2と、3と、あと6に関しては結構もうそのまま有無を言わさず、マイナーセブンスをつけてしまうことが、僕は多々あります。そうだな、ちょっと順番に行ってみましょうか。まあ、イントロすっ飛ばしたとして、ここは普通の、ね、制覇コードからまあ優勝して、A メロに入って。こんな感じの A メロがあるわけですよね。順番に行ってみましょうか。まず、ボイシングの大前提として、その制覇コードはできるだけ避けるというのが僕の中でルールとしてあります。制覇コード。まあ、こういう人差し指とかでこうバーッと全部の弦を押さえるコードですね。これなんで避けるかというと、単純に疲れるからなんです。人差し指がしんどくなってしまうから、できるだけ制覇をしないようにボイシングをしていくという大前提があります。最初、まず B ですね。5弦。から、2、4、4、バツバツと、こんなボイシングをしてますけれども、これもまあその制覇を避けるという意味です。まあ、一応、気分でそのたまに、ね、その制覇しちゃって、B ナイスを弾いたりとかもするんですけれども、まあ、A メロでちょっとおとなしくても構わないかなという感じで、1度と5度だけで、まあ、シンプルに弾いていることが多いです。で、その次、2のコード。マイナーセブンス系のコードは、制覇することはほぼほぼないです。C シャープマイナーセブンスだと、まあ、バツ4、2、4、5っていうこういうフォーム。メリットとしては2つありまして、1つはまあその制覇しなくても済むということ。で、もう1つのメリットとしては、マイナーセブンスじゃないや、マイナーサードが2つあるんです。こっちのボイシングだと、その1、5、7、3、ファースト、フィフスで、マイナーセブンス、マイナーサードっていう。ボイシングになるんですけれども、この4弦の音、このフィフスの音がこっち側、ミの音になってマイナーサードになることによって、まあ、マイナーサードが2つ存在することになるわけじゃないですか、このボイシングの中で。フラット5がつくようなコードはちょっとまあ別ですけれども、基本的にフィフスというのはそのコードの、なんて言うんでしょう、そのキャラクターにあんまり影響を及ぼさないので、省いちゃうことが多々あるんです。それよりもマイナーサードとか、ね、メジャーサードとかの方がコードの役割を
決定づける上で重要なファクターになっているので、どっちかというとそっちを優先したいと。なんでまあね、この4音の中にマイナーサードが1つしかないよりかは、1つあった方が、響きが豊かになるので、サード感が強まっていいよねっていうメリットがあります。そんな2つのメリットから、こういうマイナーセブンス系のコードは、5弦ルートのマイナーセブンス系のコードは、こういうボイシングが出ることが多いです。で、5の時はそのマイナーセブンス、まあ、こういうセブンスをつけられるんですけれども、こうするとまあちょっとやっぱね響きが変わってくるじゃないですか、そのマイナーサードの、マイナーセブンスの音によって。なので結構その使いどころを考えます。5度のコードに関しては。つける時もあればつけない時もある。ここの場合はちょっとこのあっさりした雰囲気の方が面白いかなと思いますので、セブンスとかはあえてつけずに F シャープのみで演奏することが多いです。で、ボイシングは変わらず、運指は親指使うことも多いですね。制覇を避けて、親指で F シャープを弾くことも多いです。で、その次に、3×2×3×4 というそのパッシングコードが出てくるんですけども、これもすごいよく使うフォームです。ちょっと僕の手癖に近いですね。で、5があって、サムシングがあって、6につながると。こんな感じ。6弦ルートの時に、6のコードを弾くと、そのイレブンスをつけることが僕は多々あります。イレブンス。まあ、このコード、4×4422 に関しては、そのコードデモでいくと、Gシャープマイナーセブンスアドイレブンという形になるんですけれども、ファーストがあって、マイナーセブンス、マイナーサード、で、これがイレブンスか。で、マイナーセブンス。このね、どの音、このイレブンスが加わることによって、この浮遊感というんですかね、ふわふわ感みたいなのが出てくるのがわかりますでしょうか。普通にこうやって弾いても、もちろんいいんですけども。ちょっとこっちの方がなんかふわっとする感じ。結構6のコードにつけることが、多いです。で、ルートを変えて、GシャープマイナーセブンスアドイレブンスオンFシャープということですね。まあ、コードの名前によっては F シャープサスフォートも取れますし、B アドナインスオン F シャープとも取れますね。まあ、いろんな取り方ができますけども、僕の考え方としては G シャープマイナーセブンスアドイレブンの、ベースが変化したバージョンという感じです。で、その次の E は、まあ、これは OK。まあ、その普通の E ですね。4の E です。で、4の音から、んた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 らって感じでそのメロディーが行くんですけれども、4、3、2、5という感じでそのベースが下がっていくんですが、4、3、この3、タンタンタンタラーン、また、ここの4の時にその、ね、あのメロディーがパン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 って感じでレシャープの音が出てくるから、E メジャーセブンスにしてもいいのかなと思います。けど、このボイシング、僕すごいあんま好きじゃないんですよ。0、2、1、1、0っていうんですかね。ここら辺の響き。上のハイフレットの方とかになるとね、割といい感じに響いたりとかするんですけれども、下の方のフレットだとすごくニコッと感じがするんですよね。なんで、そのローフレットの場合はこのボイシングはせずに、ちょっと本当はメジャーセブンスをつけたいところではあるんですが、メロディーに合わせてタンタンタンタラーンの音に合わせて、つけたいところではあるんですが、ちょっとあえて E で弾いてます。このコードの響きを考えて。で、その次3に行って、このとき、3は D シャープマイナーセブンスだから、こう行きたいところなんですけども、これだと NG なんです。B オン D シャープにしなきゃいけないんです。B オン D シャープ。これなんでかっていうと、メロディーが C の音を含むからなんですよ。シドレとメロディーが行くわけなんですけども、こっちだとその、やっぱりその、ね、このどの音が。C の音とぶつかってしまうので、メロディーに合わせてそのこっちにする必要があると。なんで、まあ、3じゃなくて、1音3ということですね。1音3。で、その次2に行って、これは普通にです。で、5。
で、5に関しては、セブンスの音はよく使いますが、さっきはつけなかったですけどね、よくつけますが、セブンスつけるときはそのサーティンスが美味しい音になるので、サーティンスをつけることが、多いです。ここの場合だったら、セブンスサスフォーもよく使うかもしれないですね。こんな感じで、F シャープセブンスサスフォーから F シャープセブンス。なんでもよく使いますね。で、2周目のとき、また B からソロして、2に行って。で、その次、6に対する7、3、セブンス、6、つまり251、251、セカンダリードミナント的な感じで、ドミナントモーションをすることがあります。この6を1と見立てて、6を1と見立てて、2、5、1といくわけですね。この6に対する2、5、1という感じです。これは、まあ、よくある手法なんですけれども、突っ込むときは結構気をつけなきゃいけなくて、コード進行が1、2といって、で、その次、5、6といくわけなんですけれども、この5のときにそのドミナントモーションを起こして、1、2、ドミナントモーション、6と持っていくわけなんですよ。で、6にドミナントモーションを起こしていくんですけれども、そのときこのメロディーの音に気をつけなければいけなくて、そのメロディーとぶつかるようだと入れられないし、メロディーとぶつからなければ入れられるという、結構そんなざっくりざくばらんな話です。ちょっとやってみますと、1からスタートして、7、マイナス7、スクワット5。ちょうどメロディの音がちょっとレの音なんですよ。タタタタンタタタタタンと。ちょうどこのね、3の D シャープ、セブンス、シャープ、ナインス。ちょうど意外にこのメロディに乗っかってるわけですね。タタ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 タこんな感じでそのドミナントモーションをうまく作ることができますが、メロディーによりけりという感じです。で、その後2周目のときにはそのまた、この4に対するドミナントモーションをこうして遊んでますけれども、ここもまあ同じような感じですね。メロディーがないからちょっと、ね、適当に突っ込んで遊んでみようというなんかそういう感じです。この4を1と見立てて、5を1、4と、またドミナントモーションをこうしていくわけですね。さっき6に対して、7、3、6といきましたけれども、今度は4に対して5、1、4といくわけです。5、1、4。この4を1と見立てて、2、5、1といくわけですね。で、自分はこの手の、メジャーに対する2、5、1の場合は、結構このボイシングは好きなので、よく使います。1本目の動画の中でもやりましたけれども、B7th add flat 9th 13th ですね。もしくは、これでもよくやります。B9th の flat 9th。B7th flat 9th か。で、また4に行って。メロはもうそのままです。特に解説することはないです。普通のマイナス7です。から、普通のマイナス7です。これは Gマイナス7ですね。結構この5の音とか、省略することが多いです。こうやって押さえることもたまにはありますけれども、あんまり使わないです。なぜかというと、さっきと同じです。制覇したくないというのと、フィフスがいらないというその2つの理由。で、またこっち側に2にいて、ここにいて、で、ベースが変わって、で、この時はそのメロディがね、パン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 といいから、ちゃんとこのしっかりセブンスにしてあげましょう。G シャープマイナーだとメロディがパンパンの時のこのどの音にぶつかってしまうので、ちゃんとこれを、こっちじゃなくて、こっちで。普通の3、7だから特にまあ大丈夫でしょう。で、サビに行って、4。で、そのままこの
5に行くんですが、ベース音を残しているペダルというパターンですね。これはまあそのポップスでよくあるようなパターンです。4からスタートして、次に5に行っちゃうんじゃなくて、ベースの音を4にしちゃう。つまりこのミノですね。ミミ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 で、3から、この6464でポジションですね。D シャープマイナーから、中指をつけて D シャープセブンスになるところですが、この3セブンの代わりに5シャープを使うことが僕はよくあります。3セブンの代わりの5シャープ。つまりこの3をこのマイナーセブンスでダイアトニックのところからノンダイアトニックをやったときに、ノンダイアトニックをやったときに、めっちゃコード変わってんでと、めっちゃノンダイアトニック来たでっていうのをアピールするために、コードを変えることがあります。こんな感じ。3から3セブンスに行くんじゃなくて、3から5シャープ行っちゃう。そうするとね、そのこう急にこの、なんていうんですか、このドラマティックになるというか、なんていうか、すごいこのアバンギャルドになるというか、そのコード変わった感が半端ないじゃないですか。なんかこのグッとくる感じですか。ここから、これでも別にいいんですけども。これでもいいんですけど。聞いた方がなんかそういうドラマティックな感じしませんか。そんな感じで、3、7の時の代理として5シャープ弾くこともありますし、ずらして考えていくと、2、セブンスの時の4シャープっていうのもよくやります。3セブンスから5シャープに行くと決まりますし、2セブンスとから、こんな感じで2セブンス、4シャープ、5なんてでもよくやります。これちょっと僕の手癖的な感じですけども、まあ、よかったら真似してみてくださいませ。3セブンス、5シャープ、6と。これは単純にその曲自体がね、そのここのところはその6セブンスサス4なんで、そのまま6セブンスサス4を弾いております。という感じです。結構いい頻度がたくさんあると思うんですけども、どうでしょうか。まあ、テンションの名前がね、こうババッと出てくると、うーってなっちゃうかもしれないんですけれども、本当この辺、バッチリ理解ができると、コードにタイプするアプローチがめちゃめちゃ飛躍的にレベルアップすると思いますので、ちょっと頑張ってついてきていただければという感じです。まあ、他の歌い人、どうしようかな。まあ、とりあえず今回の解説に関しては以上です。ちょっくら難しいところもあるかもしれませんが、頑張って習得をしてみてくださいませ。で、またね、他の歌い人のカバーの解説とかもね、もししてほしいものがありましたら、コメントの方に解説もしてくれ、この解説もしてくれと書いてみてくださいませ。結構この辺のボイシングに関してはね、僕自身も結構面白いことをしているなと、自分でもちょっと思いますので、少し前向きに検討させていただこうかなという感じでございます。ではでは、次、また何か取り上げようかなと思うんですが、何か決まってませんが、何かあったらリクエストをしてみてくださいませ。とりあえず今回の、結構長いな今回の動画は以上でございます。頑張って習得してくださいね。それではさよなら。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。